はい、おはようございます。おはようございます。やってきました、神奈川県。はい、ということで今日は特別ゲストを呼んでます。小野瀬未来さんです。イエーイ、2回目の出演です。もうね、関東といえば、いや、全国で大人気の、それ本田さんの時もいや、僕は今間違えてないからね全国で大人気の釣りガール小野瀬さんにゲスト、まあ、来ていただいて、今日はね、落とし込みをしましょう。はい、はい、ただ普通の落とし込みじゃないです、うん、ライト落とし込み。はい、ということで、まあ、本当にね、あの手軽なタックルで大物が狙える、むちゃくちゃ楽しい釣りなんで、はい、今日はそれをやっていきましょう。はい、なんか周り結構見ると駒瀬の方たちが多いんですけど、私たちは使わないんですか？ね、今日はもうこのサビキ仕掛けに重りつけて落とすだけ、はい、お、むちゃくちゃ簡単。大丈夫かな？大丈夫です、絶対大丈夫よし、じゃあ早速やっていきましょうか、はい、お願いします。はい、お願いします。今日はこちらを使います、ライトタックル落とし込み。はいね。よし、じゃあまずはレクチャーしていきたいと思います、はい、お願いします。はい、仕掛け自体はすごくシンプルですね。サビキ仕掛けに重りがついてるだけ、はい、でこれを底まで落とします。底まで落とす、うん、でもこの底に落ちてる時にベイトがかかります。でかからなかったらまたこう巻いて。どれぐらい巻いたらいいですか？だいたいまあ表層ぐらいまで巻いてもらっていいと思う、この水深だと。これを繰り返してたら、はい、その餌となるイワシがかかる、うんうん、今かかりました。これほらついてる。あー、はいはいはい、そうそうそう、ね、そしたらボトムに落としてこのまま待つだけ。今すごい暴れてますね。おおおおお、お、今これ食った。あー、かからんかった。結構周り釣れてますね。釣れてますね。おー、来た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 。よいしょ、1投目で来ました ね。そう、こんな感じで、その途中でベイトをかけてからそこまで落としたら、こういう青物が釣れてくれるという素晴らしい釣りですね。うおー、すごい引き。わお、わお、稲田、稲田です。イエーイ。はい、説明中に、はい、来ました。はい、がっつり上顎にかかってますね。かかってますね、はい、がっつり。で、その、まあ、今説明した通り、そのベイトを海の中でかけて、そして落としたらこういう青物が釣れるという、うん、非常に簡単かつアグレッシブな釣りですね。うわー、はい、すごいですね。私も釣りたい。やりましょうか、はい、すぐに。はい、じゃあとりあえずやりました。もういいんですか？よし、じゃあ小野さんチャレンジしていきましょう。フリーで落としていきましょう。はい、でそれもゆっくり巻いていったら、ただ巻きでかかる時もあるから、うん、そうそうそう。よし、それぐらいかな。はい、でまた次落とす時は指で押さえながらちょっとゆっくり落としてもらって、はい、ゆっくり。あ、なんかかかったかな。あ、ついたついた。そう、でそこで待つ。外れたかな。外れたかな。あ、外れたっぽいね。あ、来たよ、はい、来たけど、これは、あ、そんな引いてないけど。あ、何じゃこりゃ、何これ、サバ。あ、ソーダか。ソーダカツオ。そうなんだ。1投目、ソーダカツオ釣れました。なんか通りで落ちなかった。やりました。あ、ついたな。お、ついたっぽいぞ。ついたよ。よっしゃー、あとは落とすだけ。はい、来てください。そう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 、暴れてる。ドキドキするでしょ。はい、お、怪しい。お、それ来た。取れちゃった。取れちゃった。多分青物が食ってきて外れた。あ、まだいるよ。 おるわ。え、何、どういうこと。お、お、お、釣れてる釣れてる。待って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 。お、釣れてるな。釣れてるね。
からね。負けない。わ。頑張れ頑張れ頑張れ。いいよ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 。おおおおお。ウィー。おおおお。わお。わお。よっしゃ。はい。いいサイズいいサイズ。ああ。いやー。頑張れ。ありがとうございます。さあ、やりましたね。やりました。イワシをつけるのにちょっと苦労しましたが、なんとか初落とし込み釣り、そう、稲田ゲットしました。やったー、一匹目ゲット。めちゃくちゃドキドキするでしょ。ドキドキしましたね、いつ来るんだろうみたいな楽しさがありました。そう、簡単でこういう買うものが狙えちゃうんで、はい、めちゃくちゃ面白い釣りですね、うん。でこの釣りやってみて多分分かったと思うんですけど、やっぱりベイトのかかりなんですよ本当に、はい、大事なのは。でプラスちっちゃい魚をかけるっていうのと、あとでかい魚が来た時にどっちも釣らないといけないですから ねだか、なんか小さいのを先につけなくちゃいけないから。そう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 、ハリスもねストック行っとダメですもんね。そうなんですよ、そこのバランスがねすごく重要になってくるんで、うんうん、でこの釣り専用に開発されたのが今使ってるライト落とし込みの仕掛け。お、来たよ。ベイト来たよ。かかれ。あれ。ここから15ぐらいあります。ベイトいなくなった。ベイトいなくなった。超上の方。わあ。来た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 。すごい動きやったね今。ねえ、すごいよ。いやー、頑張ってください。頑張りますよ。うわー、うわむっちゃ引いてる。すごいね。うぅ、負けないです。負けないです。にゃおー。ウェイウェイウェイ、上がってきました。おお、なんだなんだ。え、なにこれ。お、え、なにこれ。めっちゃサイズ良くない。お、カンパチ。やったー。あ、かかかかか、頑張って頑張って頑張って、よいしょー。やったー、ありがとうございます。やったー、カンパチ。やったや、やばやった。え、先生すごいじゃないですか。やりましたね。カンパチ釣れました。なんか上の方でイワシがついたなと思って下ろそうかなと思ったら、こんないいサイズのカンパチが釣れました。なかなかハリスも強くていい感じに遊べました。ついたよ、ついたよ。お、大きいの、ついた。これ大きいの釣れてる。え、何これ、カツオか。あげますわかんないけど、イワシじゃなさそうだから。わあ、お、引き出したね。来ましたね。アモンかな。どうだろう。来た、逃げた。お、アモンです。いいよ。いいよ。お願いします。よいしょ。いい、ありがとうございます。よいしょ、いい、しょいしょい。はい、こちらもベイトがついてすぐに釣れました。生きイワシ最強ってことですね。やった。小野さん、はい、連発ですね。どうもどうも、なんかいい調子で釣れちゃって。釣れちゃってますね、はい、やっぱイワシのかかり抜群でしょ。お、本当にそうです ねえ、やっぱり群れの上を通った時はもう落とすだけでフリーフォールでしっかりねベイトがかかってくれるんで、うん、本当に針にこだわった仕掛けになってますね。もう、うん、釣れた獲物は逃がさないと。逃がさないですね。最高じゃないですか。はい、
やっぱ針自体にね、そのホロフラッシュシールっていうのも貼ってますし、はい、その海底でね、すごくこう今回濁ってるんですけど、うん、そんな中でもそのケイムラでボヤーンと光るんで、おー、そう、針自体でアピールできるんですね、はい、でもそうですよね、餌ついてないからその針自体にアピールがないと、そう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 、まずベイトがかからないですからね。来た、お、かかった、かかった、よっしゃ、ベイト落とすんだ、早いね、上から10メートルでした。マジで、あ、俺もかかった、めっちゃ暴れてます、暴れてますね、めちゃくちゃ暴れてます、これ、あー、来たかも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 、よっしゃー、来たー、よっしゃー、面白すぎますね、これ行っていこう、カモ必要ですか、これはいりますねでかいわ、でかっ、え、なんか形違うぞ、ありがとうございます、変形してる、ありがとうございます、なんかやばいですね、形が形がはい、やりましたね、ポイント移動して一発目で、ベイトがかかって、で落とした瞬間もゴツンと入ってくれましたね、今日一のサイズが、釣れてくれました、これワラサですね、はい、ちょっとね、あの形悪いですけどね、やっぱりそのベイトをかけてそこで待ってる時のこのドキドキ感がたまらんですね。でね、この針でずっとベイトかけて今日釣ってたんですけど、まあ、朝市みたいにね、すごい小さいサイズからこのような大きいサイズもね、全然取れちゃいますので、はい、最高です、お、着いた、早っ、ベイトつくのめっちゃ早い、ベイトはめちゃめちゃつきますね、ありがとうございます食ってるんじゃない、え、行こう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 、来てきたー、うわー、うわうわー、うわー、サギこっち上げましょうね、はい、あららららら、ら、ら、よいしょ、はい、ありがとうございます、はい、釣れましたイワシがかかってからすぐ魚が来るのが本当面白いですね。イエス、はい、ということでね、本日使ってるこのライトタックル落とし込みの、仕掛け2種類ご紹介させていただきます、まずこちらですね、今日メインで使ってる、ライトタックル落とし込みのケイムラ&ゴロフラッシュという仕掛けなんですけど、これはね、魚皮を使ってます。でプラスこの胴打ち針にこのホロフラッシュシールを貼ることで、この針単体でね、アピールさせることができます。でこのアジの胴打ち針ですので、食わせ胴打ちですので、まあ、すごくかかりがいいですね、はい。まあ、基本的にはこの仕掛けをスタンダードに持ってもらって、で次こちらですね、ライトタックル落とし込みの、ケイムラ&フラッシャー、まあ、これどういう時に使うかといいますと、まあ、さっきのやつがスタンダードだと、こっちはよりこうローライトですとか、あとは浮かばの攻略におすすめしたいのがこの仕掛けですね、はい。まあ、なぜかと言いますと、このケイムラ&フラッシャー、この白フラッシャーですね、はい、これが水中でめちゃくちゃ目立ちますので、まあ今日みたいにすごく濁りが入っている時とか視界が悪い時なんかには、やっぱりいち早く見つけてもらうためにも、こちらの仕掛けをおすすめしてますね。なので基本的にはスタンダードはこちら、で条件が悪い時はこちらという感じで、使い分けてもらったらいいと思います。はい、というわけで、仕掛けを変えました。今回はこのケイムラフラッシャー、はい、疑似がね全然違いますね。まあ、さっきまでずっと魚皮使ってたんですけど、割と結構海が濁ってるんですよ。なのでさらにね、こうハイアピール仕様、まあ、いかにねこのベイトを早く見つけてもらうかっていうところで、この仕掛けでやっていきたいと思います。ベイトかかりましたよ。早いっすね。もうこれ1投目っすよ。やばいな。ほら、もうこれで今暴れてますから、これほらすごい、あ、すごい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 、よっしゃー、おー、早っ、あー、すごいですね。もうベイトかかったら一撃です。本当にベイトのかかり早かったですね。ありがとうございます。はい、やりましたね。ケイムラフラッシャーに変えてから一発でしたね。もう本当に1投目で、途中でね、そのフリーフォールさせてるだけでベイトが勝手にかかってくれて、でボトムに落としたらもうズドンでした、
はい、なんせベイトのかかり、こういうね、あの濁ってる潮は特にね、やっぱりその視界が悪くなるんで、こういう軽ムラ、フラッシャー、目立つ系のね、維持で誘ってあげるのがいいと思います。はい、やりました。はい、かかった。おお、はい、来た。入りました。ボトム落ちた瞬間っすね。やばい。 ありがとうございます。はい、やりましたね。この仕掛け、軽ムラフラッシャーに変えてからも連発っすね。落とすたんびにフィートがかかって、ボトムで当たってくれますね。ライト落とし込みめっちゃおもろいです。やりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、なかなかね、厳しい状況やったんですけども、初ライト落とし込みどうでしたか？すごく新鮮でした。はい、釣り方大体もうコマセではやってたんですけど、うんうんうん、落とし込みで一緒にできるっていうことが分かって、なんかこれからもそういう釣りがあるんだったら行ってみたいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。ハマっちゃったでしょ。ハマりましたね。ねえ、もう本当にベイトをかけてこう落としてでかいやつがドーンって食ってくるっていう、ね、うん、シンプルかつ大胆な釣り、これはもう皆さんハマること間違いなしです。しかもすごく張りがかりが良かったんで。そうなんですよ、ね、あのイワシが釣れてすぐ魚、はい、大きい魚がかかってきてくれたから、もうドキドキしてる間もなく、なんか、ね、あ、来てくれたみたいな、うん、で最後ね、仕掛けを変えたらね、もう反応もバッと変わりましたね。もういっぱい釣れてましたね。ねえ、本当に、うん、まあ、仕掛けの使い分けであれだけ釣果に差が出ますんで、はい、まあ、これからハイシーズンを迎えますので、もっともっと釣れる魚も大きくなりますのでね、はい、皆さんにぜひ仕掛けを、使ってほしいですね。というところで今日は来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、またぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。バイバーイ。超上の方、わー、来た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 。すごい時やったね今ね。すごいよ。